どうもチェス。どうもアンソニーでーす。はい、やっていきましょう。ドラゴンボールレジェンズズーで合わせていく。はい、で何今日は。今日はね、はい、ちょっとネタねえなーと思って。ほんまやで。言っちゃうけど、ガシャ。せちがらいよね、なんかや。来るかなーと思ったけど、ちょっと来なかったんで。来ないですよ。はい。それはまだ。まあ、そしたら我々の PVP の腕を見せようかと思ったんですけど。いや、さすがに強すぎる。さすがにちょっと。ショックを与えてしまう。そう。巧妙かな嵐になるかなと思って。前置き90歳。前置きそう。でもちょっとね、はい、まあ、編集担当の人間とかに、どういうの見たいって言ったら、ゼニーが今、まあ足りねえと。あ、フラグメントね。うん。あ、フラグメントじゃないです。ソウルパネルね。そう、ソウル、まあ、ブーストしてったら、マジで金がなくて、いい稼ぎ方ねえのっていうことで、うん。あるよーって。あるよ。いうことですね。はい。こちら。皆さんね、これはもう日課なんで、確実にやってると思うんですけど、ボーナスバトルのゼニーの方、そうですね、これ今までみんなやってましたよね、うん、はい、これが上、こっちが16万、はい、で、下1話の方が8万と、クリアすれば8万ゴールドと16万、うん、で、経験値ですね、お金ですね、はい、はい、がもらえるというやつなんですけど、はい、これ、まあスタミナ5を使うじゃないですか。そうなんですよね。そう、だから上だったら1エネルギー対して3万2000と3万2000、うん、ゴールド1万6000、1話が、うんうんうん、で 5も使えますからね。はい、だからこれよりも効率いいのねえのかと。まあ今まではね、イベントクエを回ればよかったですよね、うん、アッパと。そうね、うん、うん、だからやってればよかったんですけど、今回ちょっとね、こちらのレベルが違うのが来たと。そう、フリーザのイベント、まあ、EX5 のこいつらっすよ。はい、のこれです、報酬。そうですね、ゴルフラ、ゴルフラが3万で売れますもんね。これが1個3万で売れると。はい、で、このってなってるこのベジータ、これもまあ2000とかで売れるんで。そうですね、単純にこれ1回クリアしてゴールドフラグメント1個とこのブロンズのね、フラグメント1個が来れば3万2000なんですよ、売ると。ああ、じゃあ、まあ、そうですね、うん。で、このフリーザと悟空のゴールドフラグメントが同時に落ちることとかっていうのも全然あるんで。そうですね、そうなってくると、ボーナスバトルよりも全然効率がいいと、うんうん、いう形なんですよね。ちょっとやってください、公開。そう、ちょっとこれ検証していこうかなと思って。で、本当に全部綺麗になるか、出ない時だってあるわけでしょ。そうね、そんないいことばっかり言ったってね。ちょっと待って、これ今入手順にして、あ、ちょうどじゃあこのこいつから先に出たやつ全部売ってどんぐらいになるかと。5で割るんですね。はい、ちょっと検証していきましょう。まず1回目、おい、もうすでにこの時点で6万。しかも3000ゴールドですからね。確かに普通の報酬の方も。ほんまや、もうだからこの時点でプラスよ。3万プラスですよ。確かに、しかもあれね、ライジングソウル3ももらえると。ライジングソウルはあっちももらえますよね。あっちももらえるね。1だけだ。1だけだ。まあ、でも、3も多分落ちなかった気がするな。はいはいはい。3万。これもだから結局、クリアの2800入ってるから。3万3800プラスです。うん、もうこの時点でやん。さらにライジングソウルも落ちていくと。3回目。金が1個落ちたら勝ちですね。そう。うん。あ、落ちなかった。なるほどね。まあ、でもこれで1回目の分あるから、うん、そうですね、トントン。やっぱあるんですね。あるんだね。4回目、はい、ああ、こういうこともあるんだ。これ8000ですか。なるほどね。今マイナス来てますね。これマイナスですね。これラスト、ラスト。はい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 。これで3万7000ぐらいか。そうね、まあ、3000ゴールドとしましょうか。じゃあ、はい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 、高報酬は今だから5回使ったから、まず報酬だけで1万5000あるんで、うん、あと売って出して1万5000か。やるね、これですね。雲いっぱい。ここから先は全部売っていくと。はい、3、4、5、6、7、8、12万8000。12万8000足す1万5000、若干マイナスやんけ。14万2000ですね。14万2000だから、1万
1万8000ぐらいマイナス。本当に、うん、まあ、ただ逆に言えばこれをやるだけでボーナスバトルと同じぐらい稼げるってことね。まあ、しかも厳選するでしょみんな。うん、しかもまずだから普通にボーナスバトルは当然やって、うん、プラスねスタミナも、てかこれスキップつけたらやってるからいけないですよ。どういうことですか。経験値も一緒にもらえるんですから。なるほど、ね、一番おいしいっていうのは。確かに確かに、俺ら時間ないから今スキップチケットやってるけど、いやただあれ結構やんの苦行やで。普通にめっちゃ強いからフリーザー。まあ確かにね。ね、まあだから経験値欲しい人も、うん、別スキップチケット使わんかったら報酬がゴールド、はい、その金刊マン倒した時と同じゴールド量もらえて、うんうんうん、経験値ももらえると、うんうん、だね。でも経験値はそれは確かに面倒い人はたくさんいるでしょう。はい、じゃあでもお金だけのためだったら、お金のためだけだったら金刊マンの方が、まあ、楽だよね。確定で、確定で16万はもらえる、うん、もらえるし、でも結局みんな 目的としてはフラグメントだと思うんで、まあそうね、結局こっちがいいことですね。そうで結局これもまあ、さっきもねミッションクリアしてたと思うけど、この期間中そのミッションクリアのためにもどうせまあ周回することになるし、うん、ちょっと一回これ売りましょう。まあなんで結果論は金刊マンにこのイベントがあってる時期にスタミナ使わない方がいいってことですね。はい、まあそうですね、全部このエキストラ5に回した方がいいよっていう動画ですもんね、うん、どうせやるんであればスキップチケットもある方はこっちを周回した方がいいのかなと、うん、ちょっともう一回言っていいですか。まあ毎日の恒例の、うん、ただ思い出してほしいのが、俺これでトランクス当ててるんですよ。確かに、この割引20のやつで、うん、だからちょっともうね、気楽にはいかん。ここも集中。そして俺は唯一今このゲームの中で持ってないキャラクターがこのスーパーベジータなんで。大腸ですね。はい。大腸先輩はね。大腸の腕を持つ男。当てていきたい。これ右の悟空もちょっと大腸感あるけどね、腕。確かに。ただベジータマジ。ベジータマジ。マジ大腸やな。いきます。はい。これでベジータ来たらもう、やっべえぞ。逆にあるですね。逆のやつ。前回これで出てきた。そう。こういうことよ。はい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 。一番いい。昇格ってかなんか一番怖いからな。一番いい。ああいい。ちっちゃければちっちゃいほどいいからこれ。むしろね。はい。中途半端にねエクスリームとか出されてもね。そう。困るんですよ。これ見える？引っ張れ。いや、わかんない。どこにあるんだろう。一回触ってみるね。あーあるわ。引っ張れんだこれ。こういうなんかバナーのあれなのかと思って。こういう演出の画像かと思って。いきます。次はちっちゃすぎる。ちっちゃいんだ。これ昇格しやすいってことですかね、それだけ。はい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 、次は来るよ。ここからよ。あるよ。おいおい、えいや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 、マセコー、マセコー、てかすごくない？やばいやばい。ちっちゃければちっちゃいほどいいぞ。これもうなんか繋がってると思われるよ、裏と。確かに。運営と。やばっ。マッセンコ、マッセンコ。このピッコロの顔。というわけで、検証いきましょう。続きどうぞ。はい、はい、今もう一回やってきましたけど、はい、結構ね、今回の5回、はい、ゴルフラ落ちまして、4、5、オレンジオレンジ、オレンジ2個落ちてるで。そうね、ちょっと今これ売らないですけど、仮に今これ入手したやつ全部売ると18万4000になったんで、プラス1万5000、うん、プラスライジングソウル、はい、プラス経験値、そう、うん、お前これであればあのボーナスバトルなんで、これであればボーナスバトルの2話やるよりも、そうですね、むしろもらえてんぞと。結構痛がってるやん。骨折した。もやしっこよ。19万20万ですかね、ほぼ20万ぐらいね、うん、あってライジングソウルの黄色もねかなり落ちてると。そうそう、オレンジがね。そうで、これついでにちょっと言っときたいというか、このフラグメントの 14% が出てる。そう、やばい。スロットがまあ普通緑なんですけど、オレンジ色になってる、うん、これとかね、これとかオレンジ色になってるやつは高めに設定されてる、数値が高めなんで、うん、だからあれですね、1個ずつ見ていって比べて売ってる人がいるかもしれない、うん、はいはいはい、結構割れているんですよ、知らない人、このオレンジなんですか。ああ、なるほどね。
まあ正直やってる人からすればこいつら今更何言ってんやっていう人もいるだろうけど、まあでも動画でやってなかったもんね、まあ、やっぱり新規勢に優しく していこうって話、そうそういうこと、そう、あの、うん、いかにね全員に対してこう優しく接していけるかっていう、接しやすさを大事にしてるチャンネルですから、まあ、やってる人からすればね、もう何なのこれと、お前もう俺の時間出てるから今更かお前とるお前光景がお前ガチャ引けやお前やって思ってるかもしれないですけど、はい、まあそういうことですよ、うん、知らない方もいるかもしれないので、はい、いちいち比べないでいいんで、はい、オレンジのやつは残しておいてくださいね、ですね、オレンジの残しておいて他のやつはこうやって売却という形ですね、はい、まあなんでゴルフラーのね厳選もしながら、うん、ゴールドも集めまくってブーストパネルをね、うん、開けてくださいと、そうですね、いう動画でございます、はい、はい、面白いと思っていただけたらぜひ高評価チャンネル登録、面白くはないですけどまあ、ためになったぞと、そうですね、こいつらの動画もっと今後も見ていきてえなと、はい、通知こどうやったら通知くんだろうっていう人 ね、ただねあのチャンネル登録していただいて、はい、お願いします、設定していただければと思います、はい、それからアンソニーもね、はい、僕の動画、僕の個人チャンネルの方でもね、はい、動画もレジェンズ、レジェンズやってます、はい、やっております、遊びに来てね、面白さを求める方はねそっちもぜひチェックしていただければ、はい、元気になると思うんで、お願いします、はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう、はい、まだ、バイバイ。